じゃあ早速行きましょう。どうぞ。今回の企画はダイヤス質問攻め。じゃあまあ今回ね、ダイヤス質問攻めということで、企画の趣旨をちょっと、まあちょっととか軽く説明したいと思います。じゃあ今から僕がダイヤスにいろんな質問をしますので、ダイヤスがそれに正直に答えてくれます。どんな質問でも。どんな質問。まあ行きの範囲まで。まあ行きの範囲までね。じゃあ早速。まず単純なね、シンプルなところから。じゃあまず年はいくつですか。16歳。え?16歳。ちょっといいですか、なんでなまってるんですか。あ、じゃあ普通です。うん。16歳。あ、そうですか。じゃあそのヒーローマスクとグラサン、どれ買ったんですか。まあ100円ショップダイソーです。まあ、場所まではまあ聞かないでおきましょう。じゃあもう一つ。この黄色い点々、これ。ダムの下にあるやつ、なんですかこれ。これ、元は1って数字書いてあったんだけど、まあ切るの失敗して。切るのですか、まあ俺が入ったんだけどね。うん。ダイヤスなんで、だと。いうこと書こうということで書いたんですけども、ね、ダを書かせたら、こんな上に書き始めて、それを俺が引っこいて修正したと。まあ、そういうことです。まあ、完全に説明したと。じゃあ次の質問。じゃあ趣味は何ですか。趣味はもう、ボーリングとか、まあ、最近やってないけど、ゴルフとかいろいろ。ね、ゴルフはね、俺もびっくりしました。まさかゴルフやったことあると。あと音楽。音楽鑑賞。なるほど。前まで映画鑑賞あったけど。ね、映画最近見てないということで。うん、飽きてきたんですそれ同じ場面が似たような。まあ、ボーリングに関しては、まあ、人並み以下ということで。ね。ね、俺見たことあるんですけど、やってるの。まあ。でも自分の中での特技は。やっぱ好き。ね、これも人並みなんですけどもね、なぜか好きということ。まあ、俺の中ではね。あとまあ、ダイヤスの中でなんで、まあ、否定はしません。あと、ちょっと自信ない。まあ、字は早く書くこと。ね。これもまあ、普通。その文字が汚い。そういうことで。まあ。じゃあ、特技聞いて。まあ、シンプルに好きな食べ物。嫌いな食べ物。もう、ベストで言うと、寿司で言えば大トロ。寿司で言えば、寿司が一番好きなんですか。じゃあ寿司も、まあ、好きだけど、その中でも特に大トロが絶品。うん、俺は大トロも好きじゃないんですけどもね。あとは、まあ、ラーメンにやらいろいろ、まあいろいろあると。うん、じゃあ嫌いな食べ物。嫌いなのはもうナス。わかる。あれは食っちゃいけない。ちょっとあと俺変わってると思うんだけど、あんこなんだよ。俺も食えない。だけどあんこ嫌いなんだけど、どら焼きだけは食える。不思議だよね、それはそれでね。変わってる、変わるもの。あんこ嫌いなのは分かるんだけど、どら焼きは食えるってのがよく分からない。皮がうまいんだ、待ってして。うん、その辺はよく分からないんだけどね。じゃあ、まあ、おはぎとか食えないの。ああ、食えない。なるほど。じゃあ、得意なスポーツ。得意なスポーツ。または嫌いなスポーツ。苦手分野。好きな。まず得意な方かな。うん。やっぱ、それだったら水泳かスキーに限られるかな。まあ、水泳はまあ、押しても泳げるからね。野球はまだ多分そんなには言ってないけど。まあ、野球はもう時期的にね、まあ、できないってことですね。じゃ嫌いなのは、まあ、サッカーとか嫌い。サッカー。うん、サッカー一番。今のところサッカー一番。なるほど。まあ、あれはあれでね、得意な人と、すごくない人は別れるスポーツだとね、俺は思ってるんですけどもね。なんかこれ、普通に質問してるだけだな。質問攻めじゃねえよ。質問攻めってさ、なんかどんどんなんか答える間もなく質問してくってはずなんだけどもさ。なんか AB 型ってそういう方らしいんだよね。なんかあの本によると。らしいんだけど、なんか質問攻めでき切れてないというね。答える方も。もう一つの単語で忘れたみたいな。そう。結果、無理の2文字に。じゃあね。じゃあ、この動画を撮ろうと思ったきっかけ。きっかけ。
やっぱ、まあ、前まで YouTube 動画とかいっぱい見てきて、あ、みんな体張ったりとか面白かったりして、やっぱ頑張ってんだなと思って、やっぱ、なんか俺たちもなんかやってみないかって思う。最初できることはできるのよ。もう、ずっと分かった時点からもう。俺たちってどういうことですか？この話ってさ、ぼっち持ちかけたんだっけ？俺だったっけ？俺から言ったんだっけ？俺がやったらお前がいいんじゃねえみたいなこと言ったんだっけ？もう最初の方覚えてないんだよね、俺。まあ、なりゆき。じゃあね。じゃあ一応ね、僕たちね、チームということで。ね、まあ、今んとこまあ、二人しかいませんが、予備軍がいるんでね。予備軍にちょくちょく協力してもらってるんですけどね。たまたま第三者が現れてる、ね。第三者、第四者がいるんですけども、まあ、それこそはまあ、ほぼないと。学校一緒なんですけど。まあ、じゃあ、このチームを作ってよかったこと。よかったと思ったことは？よかったと思った。やっぱ、みんな見てくれてる。まあ最初恥ずかしさとかそういう緊張もある。今でもまあ残ってるけど、ね、やっぱ次第に、その恥ずかしさも消えていくっていうね。まだ残ってるけど。まあ一応顔は隠させてもらってるんでね。その分まあ緊張はほぐれるんじゃないか。あとやってないことにも挑戦して、まあ、ほとんど失敗に終わってるけど、まあ、やれたことに感謝してる。なるほど。じゃあ、これからなんか挑戦してみたいこととかを。挑戦してみたいことは、うん、やっぱ、なんか誰もが知らないっていうのはすごいこと。まあ、それを発見するにはね、時間がかかりそうなんですけどもね。あるいは、まあ、誰も負けないような、すごいこと、チャレンジ。なるほど。ね、まさか、大佐がそこまで考えてたわね。予想もつかなかった。それとやっぱ、特にみんなが爆笑してくれるという、まあ、すごい動画。まあ、まだね、マイナーな方なんでね。まあ、始めたばっかで。まあ、これからもね、皆さんが見てくれればね、僕たちも嬉しいね。で、楽しく笑ってくれればもう、それでいいんです。この子が、すごい体張ってるんで、ね、もう俺は、なんかもうカメラマン的な、ね、存在なんで、モンハンぐらいでしかなんか、ね、うん、やってないけどもね。窓越え。うん。ね、そんな俺もね、トークうまいわけじゃないからね。マスク必要なんだよ。いやいや、大変だ。青いのとか絶対被んないから、俺は。マジ、俺のイメージね、崩れっから。マジ、あれでしょ、こんなのさ、被ってるって思えたら知れたら半端ないか恥ずかしいでしょ。学校不登校になっちゃう、多分、俺。俺、だってね。いや、お前もう知られてるでしょ、数人に。買うときにね、店員とかもう、マジの人いる。それ持っていくだけでもう抵抗あったからね、すごい。グラさんはまだいいけど。まあね。じゃあまあ、もう時間ないんで、最後に。じゃあ、いつもの決めポーズ。シュワッチ。毎回思うんですけど、なんでそれシュワッチなんですか？完全さ、ウルトラマン。まあ、ヒーローだから。ああ、じゃあもう時間ないんだよ、じゃあ。